写真拡大。元プロ野球選手で現役復帰を目指すことを表明した新庄剛志氏47が23日深夜、日テレ系のスポーツ情報番組ゴーイングスポーツニュース土曜 23.55 に録画出演。2006年に現役を引退から13年。バリ島に移住していた新庄氏は、朝起きて2秒後に野球選手になりたいというのが降りてきた。フリーダムの時期が12年間くらいあって飽きたというのがあると復帰宣言の理由を明かした。続けてもう一回みんなと一緒に挑戦していきたい。もう一度だけセンター守ってセカンドランナーを刺して、それが今の夢と語った。復帰宣言には僕4回夢叶えていて、カウンタック乗る、プロ野球選手になる、メジャー挑戦、ヒーローインタビューで成し遂げたよ、どうってと熱く語った。あと1年トレーニング期間があるが、復帰宣言してトレーニングを始めたばかりで、復帰への自信は今の時点ではないと、引っ張りに俺はもう一度行きたいんです。今まで通りじゃ絶対プロ野球選手になれないから。自分に番組では阪神時代の敬遠のボール球を打ってさよなら勝ちした場面、番組に出演していた新庄氏と入れ違いで阪神に入団した OB で赤星健弘氏は、日本球界の阪神、日本ハムや米大リーグで活躍した新庄氏は、今月13日までにインスタグラムでもう一回プロ野球選手になろうと思いますと表明。1% の可能性があればできるとも語り、トレーニングを開始している。